プラチュワップ・キーリーカン県、プラチュワップ・キーリーカン県は、大王国、中部の県の一つ、ペッチャブリー県、チュムポーン県と接し、ミャンマーとの国境を有する。略して、プラチュワップと呼ばれる。プラチワップは、マレー半島の北部にあり、タイの県の中でも、格別に狭くなっている。特に県庁所在地の南部においては、タイランド湾から、ミャンマー国境までは、13km しかなく、面積は、 群馬県とほぼ同じ、タイランド湾側の海岸は、砂浜が広がっている。そこで、ダーマ7世はここに、クライカンウォーン宮殿という離宮を建造した。その後、特に隣のペッチャブリー県の一部地域を含めた、チャーム不和品を中心に海岸が開発され、レジャーが発達した。一方で海岸から険しい山までの距離が短く、1494メートルも、ある、ルワン山がある。 県内には1966年に設置された河を、サームローイオと海洋国立公園があり、タイで最大の淡水出源を有する。また、公園内にはマングローブ林やデイ地帯もある。欠片の気候区分では、サバナ気候に区分される。寒気は12月から4月であり、日照に恵まれ高温となる時期である。5月から11月は、雨季で、タイ国内では、 雨季の降水量が少ない方であり、曇りや雨の日は多いものの降水量は多くならない。雨季の終わりである10月から11月前半は、降水量が多くなる。1767年に、アユタヤ王朝が滅んだ後、プラチワップは置き去りにされてきたが、1845年に再建設が始まった。ラウマ2世により現在のムアンプラチワップキーリー館、軍に、 ムアンバアンナンロムという町が建設された。しかし、土地があまり豊かでなかったため、ムアンクイに移転した。その後、ラーマ4世は、タイランド湾の反対側に位置する、ムアンパーチャンタキーリー系統を意識して、ムアンバアンナーンロムを、ムアンプラチワップキーリー館と解消した。ラーマ4世は独学で学んだ、天文学によって、日食の場所、時刻を発見し、 1868年9月18日に、ここを訪れ、予測通り観測できたと言われる。しかし、観測場所に選んだ、サームロイオート付近は、マラリアのはびこる地帯であったため、ラーマ4世もこれに伝染し、2週間後放擁したという。1894年、ラーマ5世は、プラチワップキーリー関県をペッチャブリー県の管轄下に置いた。 その後1898年ラーマ5世は、クイブリー県の県庁を、プラチワップ1に移転し、その後の1906年プラーンブリー県、カムヌートノッパクン県、プラチワップキーリー館県を統合し、プラーン県都市、モントンラーチャーブリーの管轄下に置いた。1915年8月16日ラーマ6世は、地名の混乱を避けるため再び、プラチワップに、 プラチュワップキーリーカンケンという名前をつけた。また、旧日本軍が1941年12月8日に、太平洋戦争時に上陸したのもプラチュワップである。ケンーラーマゴセイが、サームロイオート副軍のをサームロイオート、海洋国立公園、プラヤーナコーン洞窟に建てた、クーハーカルハット宮殿がデザインされている。剣木、剣花は、マニルカーヘクサンドラである。 プラチュワップ・キーリー・カーン県は8の郡に分かれ、その階に48の町と388の村がある。プラチュワップ県の郡、ムアンプラチュワップ・キーリー・カーン郡、クイブリー郡、タップサケー郡、バーンサパーン郡、バーンサパーンロイ郡、プランブリー郡、フワヒン郡、サムロイヨート郡、ありがとうございます。